なんか神谷は東洋を大事にしないとかですね、独裁だとかですね、金横領してるとかですね、そっちばっかり来るんですよ。なんでと、政党なんだから政策で叩いてくださいっていうことなんだけども、政策以外のところで来ますね。だから私は思うわけです。あ、政策では叩けないんだな、政策では叩けないんだなということですよ。ね、ボードメンバーで賛成と5人いるんですよ。ね、全体のことを、まあ、社会取締役じゃないですけど、党の執行部で決めたことをですね、チェックしてもらう。そういう役割の人が5人いるんです。私もその1人です。で、彼が最年少なんですよ。20代が1人、30代の高井さんという県会議員が1人、で、私40代で1人、あと2人は50代の、ね、川さんという県会議員と、新海さんという福岡の市議会議員です。この5人で今チェックをしています。最年少なんですね。でもこの最年少の方をですね、まあ、最年少というかこの20代の彼を私が抜擢したのは、別に彼が僕の故郷の福井県出身だからってそういうことじゃないんですよ。そういうことじゃないんですよ。まあ、それは若干はね、1ミリぐらいあります。1ミリあるけど、そうじゃないです。能力で見ているんです。そして、この若い人たちに政治に参加してもらいたいって思いが賛成とはすごく強くあるんです、私は。だから20代の人が党の中心に1人いるわけですよ。30代もいるわけです。当然ね、なんでこんな若造かっていう人もいますよ。でも若いから入れてるんです。あえて。ね、他の政党見てくださいよ。もう年配の方ばっかりじゃないですか。運営してるの日本に11政党ありますけど、ね、3政党が一番若いですよ。だって代表私でしょ、46歳、一番若いですよ。11ある政党の中で一番若い、ね、一番ネットで叩かれてるもんなんですか、我々ね、まあそれはいいんですけど、若い人たちが日本の未来考えなかったら誰考えるんですかね。で、若いからダメだとか、まあ、僕も失敗しますよ。今年もいっぱいいっぱい失敗しました。ごめんなさい、本当に。失敗だらけ。ね。で、いっぱい怒られます。ね。でもしょうがないんですよ、失敗するのは。だってやったことないんだから。政党を作ることなんてやったことないし、国会議員もやるのは初めてです。そしてこんな数万人の人をまとめるなんてことも人生初めてです。ね。だから、失敗してごめんなさいっていう感じですけど、でも失敗しなきゃ学ばないんですよ。ね、今の社会は失敗を許さない非寛容的な社会だと私は思っています。それは大人も子供もです。ちょっと失敗する人がいたらみんなで吊るし上げて叩きます。すごいですよ、叩きが、ね、名前を出さず、ね、自分たちはもう高いところがただただ評論家です。国民総評論家時代です。自分はやらない、できないけどやってる人でちょっと失敗するとみんなで叩く、ね、何か悪いところをひたすら探すね、これね、皆さんね、知らず知らず、僕でもやってる時ありますよ。自分で反省します。ね、あるんですよ、やっぱり人間の弱い心が。ね、自分は高いところにね、置いといて、で、人の悪いところだけ叩いて、ね、芸能人とか政治家とか叩く。それでね、自分のね、ストレス解消してるんです。でもそれは、僕もやらないようにしてますし、皆さんもやめましょうよ。もう参政党がいいなと思う人は、そういうね、人の荒探して叩くのやめましょう。なぜなら、時間の無駄で、皆さんにとって何もいいことがないからです。でね、我々大人がそれをやってると、子供が真似するんですよ。子供が真似するんです。子供のいじめってどうですか？見てください、子供のいじめ。あるでしょ、たくさん。あれも、友達の悪い、気に入らないなと思ったら、悪いとこ見つけて、みんなで心叩きにするんですよ。ね。でも子供にはいじめやめましょうって言ってますけど、マスコミを含めて日本中で大人がいじめやってるわけですよ。これなかなかひどいですよ。そして非寛容なんです。今の教育現場どうですか？子供たち管理して失敗させないでしょ、遊ばせないでしょ、ね、給食も自由に食べさせないでしょ、アホかって話でしょ、ね、もうそれだったらもうホームスクーリングでいいじゃないかと思いますよ。人と会うことがリスクだったらね。違うんです。子供たちはいろんなことやればいいんです。遊んで喧嘩すればいいんです。怪我したらいいんです。その中で学ぶんです。ね、藤本君も27歳で、まだね、皆さんから見ても僕から見てもまだまだだなと思うことあります。それはそうですよ。だって経験ないんだから。でもだからといってこうやってどんどんと皆さんの前に出て話をしてもらったり、政治してもらったりしないと経験値がたまらないじゃないですか、彼の中に。ね。人を育てるってそういうことじゃないんですか？私は皆さんと一緒に人を育てていきたいんですよ。参政党というプラットフォームを使って。それは議員だけじゃない、党員の皆さんもそうです。ごめんなさいね、ちょっと党員は私の先輩の方もいらっしゃるから、ちょっと名前聞こえるかもしれないけど、でも党員の皆さんもほぼ参政党の方々って政治の素人なんですよね。私たまにいますよ、私自民党でバリバリやってましたっていう人たまにいます、たまにいますけど、でももう 95% 以上がど素人です。選挙も背の字も知りませんでしたみたいな、初めてポスティングしちゃいましたとかですね、そういう人が集まってやってます。だからもう本部で見てても失敗だらけ、党のスタッフも失敗だらけね。それは注意するとか注意しますけど、もうしょうがないですよね。だって初めてなんだから。それをね、みんな叩きすぎてて、結局人がね育たない環境が日本中で出来上がってます。政治に目を向けましょうか。自民党今グダグダですね。ていうかもうずっとグダグダなんですよ。もうはっきり言ってますけど、僕はもうこれ何回も言ってますけど、自民党はもう役割を終えてるんで、はい。だからもうね、政治の舞台からね、一回解散するとかして退場いただかないといけない状態なんです。でもそれは今始まったことじゃなくて、もうかなり長いことそうなんですよ。おそらく1991年ぐらいで終わってるんですよ、自民党の役割が。だから失われた30年っていうのは、ね、こう自民党がぐだぐだやってる30年なんですよ。ごめんなさいね、自民党支持者の人、自民党のまた議員におかれそうですけど、客観的にはそうなんですよ。でも、ね、なんで自民党がやってるかというと、いい野党がないからです。で、我々一回国民ですね、民主党っていうのに期待しましたね。そしたら、自民党よりちょっとまずくなっちゃったわけですよ。でね、もうみんな懲りちゃったみたいになってるんですけど、でもね、これね、田中真紀子さんもこの間言ってた、私もその通りだと思ったけど、国民もね、我慢しないといけない。それはね、自民党は経験値がある人がいっぱいいるし、事務局のスタッフも揃ってるから、それはね、野党よりも優秀ですよ、間違いなく。けれども、もう自民党の文化とかやり方自体がもう合わないんですよ、ね、お金集めて利権作って配る、ね、こんなの求めてるのは一部の大企業と業界団体だけなんです。一般国民はほとんどそんなこと求めてないんですよ。だって自分たち配られないからでしょ。で、他の国民はもう俺たち関係ねえなと思って選挙に行かなくなってるっていう状態なんですよ、ね、これをね、我々ね、みんなで、国民みんなでこの2、30年でこういう状況を作っちゃったわけです。作っちゃったわけです、ね、だから自民党がダメで民主党にした、民主党ダメだった、ね、けどでももう一回ね、自民党じゃないところに任せようっていう空気を我々で作っていかないといけないんです。多分自民党以外だったら悪くなります。悪くなるけど、もうこれ皆さん選んでください。僕2択だと思うんですよ。自民党に任せてぐだぐだ茹で返るになって茹で上がるか、茹で上がった状態はどういう状態かというと、もうね、日本の主権が外国人のお金とか、外国のね、今だともう中国人ですよ。中国人いっぱい来てるからね、中国人、しかも別に僕ディスってんじゃない。中国人優秀、数も多い、お金も持ってきた。もうね、勝てない。我々一致団結しないと。中国人だとか言ってるとダメ。中国人の方優秀ね。だから優秀だから入れざるを得ないわけですよ。能力で競争したら日本人より中国人が頑張ったりするわけだから。だから追い出せとかそういうことじゃなくて、差別してるんでもなくて、ね、普通に市場原理に任せておいたら、どん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 中国人に限らずですよ、外国の優秀な人が入ってきて、もう茹で上がった日本が主権取られちゃうよって話です。今月になっちゃうよと、日本民族、大和民族なくなっちゃうよと、この旗ね、今日上皇陛下の誕生日ですけど、日の丸の旗が掲げられなくなりますよって話ですよ。違う旗作りましょうってなりますよと、ね、それがもう今の自民党が続いたらそうなるって話です、ね、それかもう一回新しい野党みたいなのを作ってね、政権交代させるって話です。でこれもきつい、ショック療法だから、ね、必ずぐちゃぐちゃになる。これどっち選ぶかですよ。だから私この間、元明石町の泉さんという方が休眠内閣っていうのを作った方がいいと。もう今の自民党のやり方でダメなんだから、今の自民党はもう向いてる方が、私からするとですよ、皆さん異論があるかもしれないけど、向いてるのが、ね、まず業界団体、ね、それから財務省、ね、それと外国なんですよ、ね、すごいアメリカの気にしてるなと、ね、分かりますよ。戦争に負けてずっとアメリカの軍事力で守ってきてもらったし、ね、自民党の成り取り自体がですね、アメリカにサポートしてもらって作ったような党だから、もう自民党はそれしょうがないんですよ。自民党のそれ性格だからね。でもそうじゃなくて、もう一回今国民が困ってますよね、本当に。だから国民の目線に立った政党っていうのを、政というか政治勢力っていうのを作らないと、もう我々はどんどん搾取されて終わります。はい。だからこれもうね、私はどっちか選べって言われたら後者選んだ方がいいんじゃないのと思ってるんですよ。休眠内閣みたいなのを野党連合で作ってね、その一角に参政党なんかも加えていただいてですね、参政党、さっき藤本が言ったみたいに立憲とかバックがない組織なんで何でも言えるわけです。立憲民主党とかもね、だから言えないわけですよ、自由に。個々の議員さんは話してるといろいろ分かってらっしゃいますけども、立憲民主党っていう枠に入っちゃうと裏に組合とかついてますからね、言えないんですよ。ただね、公務員に厳しくとか言えないんです。別に公務員に厳しくする人は僕今ないと思いますけど、だってそういうね、自治労とかついてるわけだから言えないですよね。だから各党で言えないことってあるわけですよ。参政党だってそれは何でもかんでも言っていいっては言ってません。ただ基本的に紐づいてないから、もうかなり他の党よりはこう自由に言えるからね。だからね、そういった旧国内閣作って参政党も一角に入れてもらってですね、都合が悪いことは参政党に言わせてくればいいんですよ。ちょっと参政党から言ってくれみたいなね。そう、俺たち言えないから参政党に言ってくれみたいなですね。そしたら「え、また僕ですか?」とか言いながら僕一生懸命言って、でまだネットで叩かれるっていうですね、はい、まあ、そういうそんな役回りかなとは思ってますが、そういう形で野党を育てないといけないんです。育ててこなかったんですよ、政党も政治家もね、特に若い人たちで、藤本君みたいな若い人で、ね、僕も一応29から政治始めてますから、20代始めたんですけど、20代25歳から議員になれますから、今ね、若い子たちがどんどん政治家にならないといけない。でね、皆さん若い子たちは確かに経験もないし、演説も下手かもしれないし、甘いかもしれないけれども、そういう子たちが20代とか30代とかで入ってきて、10年20年経つとね、僕みたいなのもたまに出てきて政党とか作り出すわけですよ。ね、私が46ですけども、ここ 2、3年でね、政治を勉強してたらこんなことできませんから。29歳の時に私、本当に吹田の市民の方に感謝してます。何にも分かってなかった。今の10分の1の知識もなかった。もうただ思いだけ。思いだけの29歳の吹田出身でもない僕に、吹田市民の方が2663票入れてくれたわけですよ。ね。だから私は政治が勉強できた。ね。で、勉強していくうちに国政選挙に出て、その時は吹田の選挙区から違うところに出たから、もうボロクソ怒られました。お前、裏切ったなって言われて、怒られました。けど裏切ったんでもないです。僕が言ってたのは違うんですと。結局吹田を良くしようと思っても国の法律とかこれを変えていかないと吹田も良くならないからつながってるんですよって一生懸命言ったけど、でもなかなか許してもらえなかった。でその後私はもう議員辞めてですね、もうどうせ無理だと、ダメだというふうに不適された時期も正直ありますけれども、結局じゃあ私何やるの、政治辞めて何やるのって選んだのは教育だったわけです。私もともと高校の教師だしね、自分の子供も授かりたいなと思ったから、やっぱり教育をやろうと思って、こうフリースクールとかですね、そういうのも今仲間とやってるんですけど、そういうのを考えた時に結局教育の先って子供たちが幸せになることじゃないですか。子供たち自立して幸せになることなんですよ。そのためにやってるんですよ、教育ってね。そうですよ。だからお金でやることじゃないんですよ、ね、学校も塾もお金のためにやってちゃ本当はダメなんですよ。みんなお金もう教育ビジネスになってるけど、僕はもう教育ビジネス大嫌いね。そういうと怒る人いるけど、もちろんお金を取ることがダメとは言いませんよ。ただお金を儲けるために教育をやるっていうのはもう大間違いです。違うんですよ。子どもたちが自立してちゃんと自分で考えて、自分の自由とかそういったものを実現できる、やりたいことを実現できる、その力をつけてあげる。そして一人一人が苦労しながらも自分は、ね、この生命を受けてよかったなって、ね、思えるような、そういう人生を一人一人が歩めるようにしてあげることなんですよ。いい大学に行かすことでもないし、お金を稼げることでもないんです、ね、お金なんていうのは道具ですから。そういうことを考えた時にやっぱり政治でそこをなんとか変えてあげないと、我々大人がね、子供たちが報われないわけですよ。そうだ。だからもう一回と思って政治に行ったけども、私は分かってたわけです。人材がいないって、こんなこと言うとね、日本中に3万いる議員さんに敵回しますけど、人材がいないっていう、ね、で、藤本が言ってくれたように、言いたいことを言える政党がないということです。そして、これは皆さんに怒られるかもしれないけど、国民も政治のことを全然考えてない、人任せにしていると、みんな悪いんですよ、議員もだめ、ね、政党もだめ、国民もだめ、ごめんなさいね。まあしょうがない、怒られてもしょうがないダメなんですもん、だってダメなのはダメって言わないとね。だからみんなでもう一回勉強し直さないとダメだと思ったわけですよ。政治って何なのって、政治家のあるべき姿って何なの、政党の運営ってどうやればいいのってね。でそんなの政党を作るのが無理だ無理だとね言われたんですね、僕は散々。でもできたじゃないですか。できてるわけですよ、ね、だからできないってことはもう言えなくなったわけですね。だから今賛成とやり方気に食わないからっていう人もいっぱいいてですね、なんか出て自分たちで政党を作るっておっしゃった方もいらっしゃいますよ。大いに結構です。どんどん作ってください。はい、これが正しい民主主義の形です。政策が違うとかやり方が違う人たちがどんどん自分たちで立ち上げていけばいいわけですよ。そして大衆に訴えて、ね、支持を集めていく。これが正しい形です、ね、もう無理だから無理だからって言ってるから結局じゃあもう自民党しかないよねってなってるわけですよ。違うと思うなら自分たちで選択肢を作らないといけないね。批評家はやめてください。参政党の中にも批評家が最近います、ね、批評はやめてもらいたい。僕はとにかく現場に出て一生懸命党員や、ね、国民市民の皆さんと向き合う人、ね、でその中で人をたくさん集めれる人、動かせる人、この人の声聞きますよって言ってます、ね、お金持ちだとか大学の先生だとかそんな関係ない、関係ないです。肩書きはその分野では立派かもしれないけど、政治は政治なんです。政治はより多くの皆さんの心を掴んで、ね、これで一緒にやろうというふうに人をまとめていくのが政治なんですよ。ね、みんなね、理屈ばっかり言う。ね、理屈ばっかり言うけど、実際に街に出ない。こうやって街頭にも出ない。ね、ネットの中だけでわーわー言ってる。それ楽ですよ、僕だってネットでやってれば。でも私回ってるでしょ、こうやって。全国。これだって別にネットでやっててもいいんですよ、この演説。けども違うんです。やっぱりこうやって同じ場所で同じ空間にいることが大事なんです、皆さんと、ね、でこうやって見てもらうことが大事なんです。私の表情とか身振り手振りとか、私も皆さんの顔見ながら話してるでしょ。皆さんがどういう思いで聞いてくださってるのか、顔見たら分かるんですよ。ちゃんと聞いてくれてるなとか、今日はちょっとみんな怒ってるなとかですね、しらけてんなとか、毎回違うんですよ、温度感が、ね、ライブなんです。これは皆さんと私たちで一緒に作っている、これはライブなんですね。だから皆さんもネットでも見れるけど、あえて来てくださってるわけでしょ。これをね、積み上げていくのが政治なんですよ。これはね、藤本君もそうだし、ね、真田さんとかもそうですよ。ね、やっぱりね、日々街頭とか、ね、立って、寒い中ビラ配りしたり、皆さんに頭下げたり、いろんな市民のね、不満とか愚痴聞いたり、そういうことを積み上げてた経験のある人しかこれは分からないんです。だから私はこれを参政党の議員さんとか党員さんにやってもらいたいんですよ。そういうことをやった人が議員になり、でそういう経験がある人が党を動かさないと政治なんか絶対うまくいかないね。それは私はもう現場をやってきたから分かるわけですね。さすがに僕も今もう朝街頭に立ってね、ビラ配りとかしてませんけど、でもこういう形で全国回って演説はしていきます。これがもう絶対私がやる限りはやっていきます。そうじゃないと積み上がっていかないからですね、そうやってみんなで学びたいんです、政治を。そして藤本君たちにもこのライブでこういうのを感じて、皆さんの思いとか熱とか感じて、それをまたいろんなところで政策に落とし込んだり、ね、皆さんに伝えたり、そういうことを一緒にやっていきたいんです。でそれをやっていく中で人が育ってくるんですよ。政党が育ってくるんです。でいい政治家ができたり、いい野党ができてくるんですね。でそれにいきなり100点満点を皆さん求めないでください、ね、参政党にもそうだけど、ね、私は政権交代がもうそろそろ必要になってきたと思います。もう限界です。皆さんも限界じゃないですか。限界だ。だからこれ以上だって税金上げるとかありえないでしょ。ありえないでしょ。無理だ。いや殺す気かって思いますよね。いや経済が回り始めてちょっとインフレで物価上がってきて、ね、困るねって言うんだったら、それは税金上げてちょっと景気冷やす、これはいいんですよ。これはいい。だから私は何でもかんでも税金上げるとかは言いません。ただ今のこのタイミングで冷え込んでるわけですよ、ね、これで税金上げてどうなりますか。しかももう日銀の金融緩和が終わりそうなわけですよ。この間私、ね、黒田さんじゃなくて上田さんに総裁に変わりましたよね。ね、いやまだ金融緩和続けますとおっしゃってましたけど、私は目を見てますから、あれと思いましたよ。あんまりこんなこと言うとね、ダメなんですけど、でも私の直感はあ、これ引き締めやるぞというふうに思いました。まあ市場もそういうふうに見てますし、私はね、もうリアルでこの数メーターの距離いますから、ね、お口ではですね、いや、継続してやっていきますとおっしゃってましたけど、おそらく来年からですね、早ければ1月ぐらいから、ね、金利の引き上げとかあるんじゃないでしょうか。どうします？金利も上がって、返済の額は増え、税金も上がって、いっぱい会社潰れますよ、中小企業。ね。で、円安でしょ？外国資本にいっぱい買われますよ。会社も技術も。経営者がもう外国資本になっちゃったら、それはもう作った人日本人で、社名はね、ソニーとか言っちゃダメか。日本の会社の名前になってても、株主が外国人だとそれ外資ですから。ね。もう日本のそうそうたる会社の株見てくださいよ。持ち株比率。ね。不動産とかもそうですよ。だから株主資本主義って本当にもういいんですか、このまま続けて。ね。もう日本人は働きありになって働いて、ね、利益全部、ね、株主に吸い上げられちゃう。で、今、ね、虎の子の貯金をですね、投資しろと言ってるわけですよ。もう投資大国にする、投資立国だとか言われたわけですよ。で、まあ、投資は確かにね、金融資本主義だから、まあ、いいとしましょう。100歩譲って。けど、投資先が外国だったら、あんま意味ないんですよね。はい。だって外国人、もう日本人が日本の会社の株とかも持ってて、それでも投資先がないんだったら外国に投資しましょう。ね。おかしいんですよ、日本って。ね。日本企業の株、有料株を外国人が持ってるんですよ。ね。で、日本人には外国に NISA とか買ってって言われてるでしょ。NISA とかの投資先が外国なんですよ。ね。これ どうなります？投資するっていうことはその会社を応援するってことですよ。でしょ？外国人が日本の優良企業を応援してて、日本人が外国のところに投資して、まあそれは相互だからいいっていう人もいるかもしれないけど、そうじゃないんですよ。とにかく日本人が日本の企業に投資しないと本当はダメなんですよ。昔そうだったんですよ。それがいつの間にかですね、いろんな規制とかかけられて、株の持ち合いダメだとか言われてですね、日本人のお金が日本の企業に投資できなくなったところに外国人がガサッと投資して、ね。で、国民は全然配当もらってないでしょ。でも、この30年、国民は全然お金もらってないのに、外国の投資家たちは7倍ぐらい投資増えてるんですよ。投資の額が。6.67 倍ぐらい増えてるんですよ。で、日本人は全然お金増えてないでしょ。でも日本人真面目だからコツコツコツ貯金してきた。そのお金を今吐き出せって言われてるんですよ。これ本当に気をつけた方がいいですよ。ね。だから、経済金融教育だとかってのはわかるんですけど、騙されちゃダメですよ。ね。変な経済新聞とか読まない方がいいですよ。ね。まあ、ミスリードしますから。まあ、変なやつね。はい。どこでは言ってませんから。経済新聞でも1個しかない。そういうことをですね、これもみんなで勉強していきましょう。はい。どういうふうに経済回していけばいい。だからね、政府の言ってることも当てにならない。当てにならない。もうそれはそうでしょ。もうコロナのことしかり、ウクライナのことしかり、再エネしかり、もう再エネも言い出したらきりがないです。もう次の場所で、広島で言いますわ、再エネは。もうとにかくね、政府がね、ミスリードしすぎ。ね。で、僕はそんなことばっかり言ってるわけですよ、国会で。そしたらもう藤本が言う通り、シーンってなる。シーンってなる。で、シーンってなってネットでなぜか叩かれまくるってですね。そこじゃないんですよね。だから僕が言っているこの論点で叩いてくれれば議論が生まれるんですよ。政府の経済政策がおかしいとか、ね、再エネがおかしいとか、コロナの政策がおかしいとか、ウクライナへの支援がおかしいとか、サムソンに金出すのがおかしいとかですね。そういうことで叩いてくれね、神谷の言うことは間違ってるって叩かれるんだったら言われるけど、違うんですよね。全然違うことですよ。なんか神谷は党員を大事にしないとかですね、独裁だとかですね、金横領してるとかですね、そっちばっかり来るんですよ。なんでと。政党なんだから、政策で叩いてくださいということなんだけども、政策以外のところで来ますね。だから私は思うわけです。あ、政策では叩けないんだなということですよ。たんまに、間違ったことも言っちゃうときあるんですとか、間違うときあるんで、そこはまあ叩かれてたら、それはまあ訂正してね、ごめんなさいですけど。ね、私たちが言いたいのは、参政党っていうのはみんなの学ぶ場所なんですよ。そして党全体で教育し合ってるんですよ。私も教育されてます、皆さんから、ね、いっぱいお叱り受けてるし、いっぱい間違えるから。でも私もですね、成長しますよ。そりゃまだ40代だし、はい、これ固まってないんで、私ももう日々反省と懺悔の連続です。言いませんけどね、これ懺悔するとアンチがまたそこにねいっぱい噛みついてくるから、懺悔は自分の心の中でしかしませんけどね。けど私も学んでます。党のスタッフもいっぱい学んでます。党のスタッフも初めてだからね。でよくね、この人はもうクビにしろだ、ああしろとか言われるんですけど、外からね、そんなのクビにしてたらスタッフいなくなりますからね。だからスタッフの皆さんも失敗しながら学んでもらってる、議員さんも学んでもらってるね、党員の皆さんも学んでる。そうやってみんなで学んでいけばいいじゃないですか。ダメなとこはダメだとね、思いながら。ダメなのは自分は学ぼうともせず、ね、ただただネットとか見て、ね、あいつはダメだこいつはダメだって言ってる人たちがダメなんですよ、ね、これは参政党に対してだけじゃなくて自民党とか政府に対してもそうです。ダメだと思うんだったら皆さんは何しますか、自分たちに何ができますかっていうことを一人一人考えて行動しないと、ね、ただただ人のミス見つけてあげつらってるだけだったら皆さんの子供や孫も真似しますよ。学校でいじめしちゃいますよね。そうじゃない、人は完璧じゃないからミスもする、ダメなこといっぱいある、ね、けれどもその人のミスばっかり叩いて、ね、自分をね承認欲求というか自分の自尊心を満たしてるだけじゃ意味がないんですよ、ね、人は人で失敗するのは頑張って挑戦してるから失敗するわけでしょ、ね、だから失敗もあるけど、でもトータルこういう思いで頑張ってんだったらそれはちょっとあったかく見守ろうねと。それは政党も政治家も、ね、個人もそうですよ。そういうことをみんなでやっていく、ね、で違うと思うんだったらさっきも言ったように自分たちでやってみればいいですよ。賛成がおかしいと思うんだったら別の党を作ればいいし、ね、この政治がおかしいと思うんだったら自分が立候補すればいい、ね、そういう形で自分たちでやって初めて分かることがありますから。だから皆さんも自分の中でね気をかになっている部分がないかっていうことをぜひ今日ね私の演説でもしあそうかもねと思ってもらったらぜひ振り返ってみてください。でこういう話をご家族でしてみてください。特に子供たちにしてあげてください。そして子供たちに社会がおかしいと思うんだったら、ね、あなたも将来損するけど政治家になりなさいってそう言ってあげてください。末は博士か大臣かっていうことはありましたよね。今もうそんなことは白ですから、誰も政治家だからじゃない、だって損だから。政治家だからだったらいいことないですよ。そんなのプライベートも叩かれるしね、時間の制約もいっぱい付けられるし、お金のつかみ道も個人の人も全部さらされるしね、で叩かれても公人だからしょうがないって言ってですね、全然プライバシーも人権もあったもんじゃないですよ、ね、でもしょうがない。そう予算とかね、人事権とか権力を持つからですね、政治家はね。だからしょうがないんで、損だとかじゃ損なんだけど、でも厳しい環境だからこそやっぱり学ぶこともたくさんありますよ。だから皆さんもですね、ぜひお子さんとかお孫さんいらっしゃったらね、あんたも別に参政党じゃなくてもいいんですよ。別に参政党がちっちゃいとこだからもっと大きな党からでもいいんだけど、もし世の中がおかしいと思うんだったら政治家になりなさいって言ってあげてください、ね、立候補してみなさいって、落ちてもいいから立候補してみなさいって、恥かくよと、お金も損するよと、けどあなたの思いがどれだけ世の中に届くか、ね、どれだけの人の賛同を得られるか、一回自分の人生かけてやってみてくださいというふうに促してあげてください。僕ね、参政党の若い人たちに言うのは、選挙っていうのは総合人間格闘技だって言ってるんですよ、ね、ただの格闘技じゃないですよ、総合人間格闘技なんですよ。全て見られるんですね、喋り方、学歴、経歴、過去の犯罪歴、まあ、犯罪歴はあんまりあれだけど、ね、それからビジュアル、見た目ね、うん、それ人柄、うん、それから一定のお金もないといけないし、全部見られます。もうね、全部さらされます、360度。ちょっとでも失敗するとめちゃめちゃ怒られるし、で世の中に変な人もいっぱいいますから、でもそういう人たちの声もちゃんと聞かないといけないんですよ。非常に面倒くさい、非常に面倒くさいけど、その中で世の中分かってくるわけです。選挙とか出ると、ああこれが今の日本の実態かと、あこれが今の政治の現実なのかと、ね、だからさっき藤本君言っていたけれども外から見てるのと中入ってるのと全然違うわけですよ、ね、それをやった人にしか分からないから。だからそういう経験をね、人生のうち1回でもすると、選挙に1回でも出て落ちてもいいんですよ。1回でも選挙に出てそういうのやるといろんなことが分かりますから、これお金で買えない経験ができますから、そういうことをぜひね、皆さんの周りの若い人たちに促してあげてください。なんで選挙なんか出るのとか、政治なんか関わっちゃダメよって言うんですよ、日本では。それが今の結果ですからね。みんなで政治なんか関わっちゃダメよ、損よと、政治なんてやる人頭おかしいのよって言ってきた結果が、今のこのリーダー不在の社会ですよ。で、みんな困ってるんですよ、リーダーがいなくて。だって次総理やってほしい人いないじゃないですか。ね、自民党の中でね、次の総理候補とかで上がってきて、なんか言うけど、ねえ、やらしちゃダメな人ランキングですかみたいな感じじゃないですか。また怒られるかな。誰かは言ってないですけど、世の中、と思いますもん。だから自民党も、まあ、人材がいないんだなということです。でもそれは自民党が悪いというよりも、我々国民が悪いんですよ。政権与党の中に人材がいないんだから。で、野党にじゃあいるかっていないわけですよね。ね、僕だって、まあ、うち国会議員だから手につばはくようなもんで、僕だって全然未熟だし、ね、ダメですよ。だから、700人、213人国会にいても、この人に国任せたいっていうリーダーがもういないんですよ。それは、若いうちから政治経験して、宇野君のようにね、苦労して、やってきた、ね、昔は田中圭さんみたいな叩き上げのような人がね、何人かいてくればいいけど、もう自民党がみんな世襲になっちゃって、お利口さんになっちゃって、ね、もう派閥の中で、ね、もうある意味そのお作法を学んじゃってですね、で彼ら叩いたってしょうがないんですよ。だってお父さんおじいちゃんから引き継いだものがあって、ね、お父さんおじいちゃんが作ってきた派閥に入って、ね、ある意味はちょっとお前将来こうなるぞみたいなですね形で言って任されてるわけだから、そこから外れられないんで、だから彼らに新しいことやってくれとか言って無理なんですよ。彼らには彼らで守るものがあるんで、だから違うルートでどんどん政治家を上げていかないといけないわけですよ。草の根のね、政治家をグラスルーツで。でもそういう人がいないんです今ね。すぐにはできないんです。5年10年最低かかるんです。だから若い人に政治をやらせてくれって言ってるんです、僕は。そうだ。だから参政党はどんどん若い人とか、あとお母さんね、お母さんとか女性が少ないから、今まで政治の中に入ってこれなかったような人たちが入ってきやすい場を作りますね。もちろんアマチュアだからミスもいっぱいするでしょ、叩かれるでしょね、けどいいんですよ。参政党、新しい党で踏み台にしてもらえば、ね、将来参政党で藤本君のように経験を積んだ人が、ね、他の党に仮に移ったとしても、ね、嬉しいじゃないですか。僕たちが一生懸命育てた若手が将来総理とかになったら嬉しいじゃないですか、ね、そういう夢を持ちましょうよ、ね、目先は大変ですよ。このもう5年ぐらいは大変ですよ、ね、夢がなかったらやっていけないですよ。でもそんな時に僕は心の中でね、自分自身にも言おうと思ってるのは、参政党があるじゃないかと、参政党があるじゃないかってみんなで言い合いながら、党員同士励まし合ってね、我々はでも希望、日本今絶望的な状況だけど、でも僕らには参政党があるじゃないかと、だからここで頑張ろうと、ここで未来に向けて人材育てようと、ね、日本大変かもしれないけど、ね、諦めたら終わりなんだから、だから希望の種をちゃんと次世代に残そうと、そういう国民運動を皆さんと私はやっていきたいんです。ね、すいません、国会議員なのに今日ほぼ政策の話しませんでしたけども、でも参政党でやりたいことはそういうことなんです。だから藤本君や佐藤君や若い人たちと一緒にこの年末の時期に一緒に回っていますね。今まだね、彼らも若いけれどもね、5年後10年後絶対僕よりも素晴らしい政治家になると思う。それをね、みんなで夢見てとか、ね、目指してですね、みんなでこういう若い人たちを育てていきましょう。はい、私もね、まだお前46だろって言われるんですけど、でももう江戸時代だったらもう隠居する年ですから、ね、決してもう若いすぎるということはないから、だから私も、ね、自分自身も成長させるために頑張りますけども、でもさらにもうね、二回り若いですから、こういう人たちを参政党は一生懸命育てていきますので、ぜひ皆さんの周りで若くて優秀な方いらっしゃったらですね、お前一回参政党でやってみろというような形で背中を押していただけるとありがたいです。今年最後のお願いになります。ご清聴ありがとうございました。せっかくなんで大丈夫。はい、じゃあいきます。私がせーのと言いますので、1、2、参政党と、ね、いうご賞をいただきたいと思います。心では、ね、みんなで日本を盛り上げよう、そんな気持ちでやれたらいいかなと思いますので、ご賞はよろしくお願いします。ではいきます。せーの、1、2